手拍子してもらっていいですか。手拍子か。ハッピーバースデートゥーミー、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 ハッピーバースデートゥーミー。サンプレイジャーサガッキーです。おどうもアルカディアです。レイヤーテヘドネードのダスです。はい、ということで、なんかしょうもないやつから始まりましたけれどもまあね、今日7月21日日曜日、何の日かわかりますか。の日です。言うと思った。杉本哲太さんの誕生日です。いやそうなんだよな船越英一郎さんの誕生日ではビストリップの海さんは昨日ですね。あーマジか。はい、ということで、はい、僕の誕生日でございます。はい、おめでとうございます。イエー、曲をなんかプレゼントしてもらいたいなっていう。なるほどなるほど。曲をこう新たに知る喜びみたいなのあると思うんですけれども、その場をこうこの2人に曲を紹介してもらって、曲を僕に提供してもらうみたいな。でも僕にこう勧めたい曲みたいな感じで、お二人から2曲を紹介してもらってみたいな感じの動画をやっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょうか。はい、やっていきましょう。うーわしょ、きっちりしねえなアーティストはポルノグラフィティさんの、おう、あのオーリバルっていう曲。あ、名前だけ聞いたことある。ポルノグラフィティのモノマネしてる芸人さんの、ま、動画とかちょっと見てたんですよでそしたら関連でバッて出てきて、なんだろうなって思って押して、すごいいい曲だって思ったら、後からそのコナンの情報とかが出てきて、アコースティックギターのサウンドがすごくかっこよくて、ちょっと何回かこうリピートして聴いた曲なんで、ちょっとぜひ聴いてもらいたいなっていう感じで選びました。はい、モノマネしてるの多分俺ですねちっちゃい頃の。そうそう、闇の空に火放ちいたらなーってことです。おー、うまいな闇の空に火放ちいたらなあ、ショートバージョンなんだね。そうですね、公式のやつなんで、ちょっとショートバージョンになっちゃうんですけど、じゃあ、いきますね。はい、こんな感じで終わるのね、まあ、ポルノグラフィティもあんま知らなくて、有名な曲、うん、アゲハチョとかっていうイメージだから、すごいおしゃれな音楽だなって感じがする、うん、そういうイメージじゃなかったから今までの感じ、うん、ショートバードン、バードンじゃないわショートバージョンだったから、その後の展開がめちゃくちゃ気になった。どういう風になるんだろうっていう感じで。プルも結構最後の方とか何回か同じサビの部分歌ったりもするんですけど、やっぱそこの最後のこうもう一回歌うみたいなところとかの盛り上がりは個人的にすごいこう熱いなっていうところがあるんで、ルール聞きたいなって感じでした、はい、自分的には。ミュージックビデオのねシュールさん、東野晴一さんがちょっとめちゃくちゃいてシュールだなじゃあ次2曲目いきましょうか。お願いします。2曲目はアイドルマスターっていうアイドルゲームの中にある楽曲の一つなんですけど、タイトル名はリニ入り、西洋うがつというタイトルなんですけども、和ロックで、ちょっとこうロック目の要素がちょっと多い感じで、すごくかっこよかったんですよ。それでちょっとこうギャップみたいなもので、今まさにハマってる曲の一つですかね。和ロック、そうですね。ああ、キリーおすすめしとくわはい、という感じで、ちょっとこれも途中で終わってしまうんですけど、めちゃくちゃクオリティ高いっていうかさ、いや、そうなんですよ。そんじゃそこらのバンドより、なんか曲が普通にこのアニメとかのこういう楽曲を足がかりに、その歌手としてこうなんデビューし始める声優さんもいるぐらい、今歌にもちょっと力が入ってるかなっていう、はい、感じです。声優さんだからシンプルに声がいいよね。うん、すごい聞き取りやすいし、クリアでなんかすごい通るよね。うん、こうそのバンドサウンドの中でも映えるこう綺麗な歌声みたいな概念が壊されましたよ。よかったすごいクオリティ高いなと思って、うん、なんかこういうなんか曲のありがたもあるんだみたいな感じで、ちょっとなんか新しいなって思いましたね。ありがとうございます。いや、これ普通にかっこよかったな。はい、じゃあ以上になります。なるほどね。